ベアちゃん、テディ君、テディ、テディ、ベア出してんの？かわいいね、かわいいね。よいしょ。せーの、下町上町中町でーす。始まりましたー。うん、ただこれ。はい、ということで今日は何ですか。今日はあや新車。やばいね。何代目ですかあなた。車マジで昔のアウディ割り勘から入れたらさ、その前に1個ほんともっとちっちゃいやつ、あーあったし、ワーゲンね。あ、そうそうそう、ワーゲン、ワーゲンから私ワーゲン、アウディ、まあアルファードも割り勘だし、ベンツは、ベンツは俺だ。全部出したっけ。はい、さすがに自分の車だったんだあれ。あやに出してもらうことなかったんだけど、あとはもう一個前の車内が赤い BM ね。 BM、 あ、もう言っちゃいいんだ、うん、1個前は BM だったのよ、うん、で次が、え、何ですかって話なんだよ。え、超楽しみなんだけど。俺も本当に恥ずかしながらあやに車借りたりするんだよ、たまに。本当にたまにだけど、借りるからめっちゃ楽しみなんだけど、どういう決め手で決めたの。決め手は運転のしやすさ。あ、そっちなんだ、うん、外見とかじゃなくて、うん、何人乗り。5人乗りかな。あー、そのサイズ感ね。まあ普通の絶対普通じゃない。え、マジマジ絶対普通じゃない。今ちょっと昔のバレリーナの頃片足だけ上げてリーズナブルではないけど、うん、カスタマイズいろいろして、うん、結構高くなったって感じ。なるほどね。じゃあ自分好みにしてんだ。そう。親の反応は。お父さん車好きじゃん。え、でもまだ完成は見てない。うーん、親も。なるほどね。まあそうか、本当昨日届いたらしいから。そう、そう、俺もいやマジ楽しみだもう。で早速まあ車見に行こうと思うんですけど、プライバシー的に外観はそんな映さないよね。から車内の感じと、あとは俺の反応。俺の反応だね。俺の反応でみんなどんなもんか。俺も大体ちょっと車わかるから、値段も大体わかるし。だからちょっとまあ俺の反応を見て、うわ、あやちゃんまたこんな車買ったんだ、すごいみたいな感じで思ってもらえたらと思います。じゃあ行こっか。今のピンポン車だよね、うん、じゃあ行こっか。え、てかさ、散歩したじゃん。うん、散歩したからおしっこしないと思う。あやがメイクしてる間散歩行ってきたんだけど、結構したし。結構したよ。いや、こいつ結構するじゃんおしっこ。うん、だから結構したよ。どう思う？かける？かけてもいいかも。マジで？え、それぐらいおしっこしたよ。でもここ新規で新しくあの入荷したんだけど、ちょっと入荷で見て。うわ、入荷してる。ここね、うん、もうここえぐい。しかも朝一の。あ、ダメ。ダメかも、ダメかも、ほんとダメかも。くそ、そうなの。どうすればいいの。毎日日々悩まされてる。いや、これは悩みだよね。そう。いや、くせえもん。どうすればいい。ここで寝たらくせえもん。え、そうそう。いや、そうだよね。これをかけるかだよ。おむつしよう。絶対おむつしよう、それはもう。あと一つ気になったのが、散歩の特訓してない。してない。あ、してないんだ、うん、テリーで結構、なんていうの、前に行くタイプじゃん、うん、俺の横をずっと歩く。へぇ。だから散歩の特訓してくれたのかなと思って、全然暴走しないで走らないで、うん、テクテク横ついてきたから。全然してない。あ、全然してない。あ、普通にたまたま。あ、でも分かんないです。もう幼稚園の様子言われてないから、もしかしたらしてるかもしれない。その報告はなしか。うん、報告はない。じゃあ早速行こうか。めっちゃ楽しみだわ。それでは次は僕の反応でお会いしましょう。それではやって行こう。まだ続いてる。モンスターズインクも買ってたもんね。中町兄弟。はい、ということでですね、まだ本当に僕見てないです。僕見てないんだけど、空は見たじゃん。感想教えて。具体的なことは言わないで。めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。来た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 。オーナー来た、オーナー来た。オーナー来てる。いやー、ちょっとまだ見てないから、本当ミラーも見てないの俺。本当にちょっといいっすか行って。え、超楽しみ。俺右向いたら見えるってことだよね。行きます。はい、せーうーわ、これだリーズナブルじゃない。いや、お前23でこれはやばい。やっちゃったね。これマジでやっちゃってる。かっこよ、かっこいい。これね、人生の憧れブランド。正直そうだよね。一回は乗りたいやつだ、ね、うん、かっこよ。かっこいいよね。え、マジでかっこいいし。何、色もじゃないこれ。あ、言っちゃった言っちゃった。色もお気に入りなの。そうだよね。色もなんかシンプルじゃないというか、あんまり見ない色っていうか、見たことがないね、この色の。この珍しいよね。え、すごいんだけど。コンパクトだしね、サイズ感も。そうそうそう、いい感じに。女の子が乗ってて可愛いって感じ、うん、可愛い可愛い。いや、可愛くないわ。全然可愛くないわ、ブランドが。すごい汚ねえな今日。ちょっとすいません、お値段とかで聞けます？これお値段、じゃあコショコショで。あ、コショコショで聞いていい？はい。うわ、行ったな。一番高いよね、歴代の車の中で。一番高いかも。うわ、そう、行っ
ってます、彼女行っちゃってます。じゃあちょっと乗ってもいい？はい、まあ、とりあえずお前の運転がいいな。失礼します。車内の色はこれ自分で選んだの？そう、全部カスタマイズして。うわ、新車の匂いする。いやいいねマジで。高い車はこのデジタルじゃない時がついてんだよ。あ、確かに。そう、前のベンツもついてたし、そういうあれがあるんだよ。で、ソラがうわいい車乗ってるねみたいに言ってて、ソラここのブランドで働いてたの。あ、そうなんだ。整備士として、うん、だから得意だから分かるって全部。へえ。修理とかも俺ができるわっつって。へえ。うん、クーラーの匂いも新品の匂いがするわ。はい、ということで今後のアヤの車動画画角はこの色になるよね、うん、赤から変わりました茶色に、はい、勝ち組の景色しちゃってるね正直言うと。これはウキウキした、やっぱり選ぶとき、うん、いやすごいね本当に。乗りやすいんだ、しかもこれって乗りやすい、めちゃめちゃ。なんか、うん、他のやつにしようと思ってたの、うん、だけどそれが大きすぎてやめたんだよね。車幅とかそういうのか。そう、なるほど、ね、高いし、うん、大きいし。わかるよ、多分これのあれだよね。もう一つね、あの有名なね、わかるわかるわかる。あっちにしたかったの。うんうんうん、全然こっちでいいと思うよ、うん、かわいいし乗りやすさ。あれめちゃめちゃ車乗るから、うん、かっこつけだったらいいかもしれないけど、うんうんうん、もう乗りやすさだから。しかも地元の狭い道とか普通にガンガン行く系だもんね。そうそうそう、確かにこっちの方がいいし、こっちの方がまだまだ彼氏できるかも。嫌だよ、あの自分の狙ってる女の子がドライブ行こうでこれ乗ってきたら正直男的にはきつい、うん、けどもう一個の方はもっときついから。もっときつい、うん、こっちの方がまだまだいいかなって感じ。え、ハイテクだね、うん、ここら辺もなんか全部、うん、カスタマイズできて、うん、この色とか、うん、これもだし、あ、CW と、そう、ここのこの色とか、あと植え付けるかとか、うん、いろいろ全部できて。あ、これ上開くんだ全部。そう、開く。なるほどね。だからマジでもうちょっとずつ本当にカスタマイズできて、うん、すごいな。例えばだけど、このシートベルト決めるの いくらぐらいなの、これにするのに。シートベルトいくらだっけな。だけど、ここの後ろにマークを入れられる。あー、あるねあるね。そう、うんうん、それだけプラス5万とか。はぁ、ほんとにやっちゃってるよねブランド、ブランド力で。それで車の横の黒い部分があるんだけど、うんうん、そこを同じ色にしたかったらプラス10万とか。うん、タイヤもそのブランドのちょっとロゴが大きくなったりきれいプラス30万とか、うんうんうん、へえ、ね、やばいよなマジで。車って高くしようと思えば無限に高くできちゃうもんね。無限に高くできる、本当に。だけどなんか最初結構やりたいやりたいみたいな話結構つけてたの、うん、いらなくねみたいな、うん、どんどんタイヤのマーク誰が見んねん、うん、まあ本当に好きな人だったら見るかもしれないけど、うん、大体は見ないやん。普通の人は分かんない。そうそうそう、うん、だからいやいいやと思って色々削ってって。確かにそれはそうかもね。これだ。そう、一番の決め手は何の、この車の。この色。色か。そう、なるほどね。珍しいんだもんね色がね。なんかや街で見たのこれを、うん、この車を一回、うん、何あの色かわいいと思って、うん、調べてこれなんだみたいになって。はあ、なるほどね。いろんなとこ行きたいし今、うん、行きたい正直。でも明日友達と千葉の方に海行くから楽しみ、うんうん、そうね。あとはこれ本当にいい車だから洗車とかちゃんとしないとね、うん、あの洗車機とか入れると傷つくから、うん、手の洗車もしあれだったら空とかにお願いしてもいいし。確かに空洗車うまいから、うん、この車大切にしようね本当に。いや嬉しいな、これ俺も乗れるからね普通に俺も乗れるからねこれ。親も、うん、彩が海外行ってる時とかってさ借りてもいいかいやお父さん乗りたいだろうねこれ、うん、男の夢みたいな車だから、うん、どちらかというとね。かっこいいもん。かっこいいよね、うん、シンプルにかっこいい。であとこの色にするのが夢だったの。この車内。そう、車内のベージュっぽい色にずっと憧れを持ってて、うん、なるほどね。赤も良かったけどね。赤も良かった正直、うん、動画的には映えてたし、うん、良かったけど。これもすごいいい色だ。今同じ車いた。え、逆に早っ結構ね見てないだけでいるんだよこの。あ、そうなんだ。そうだからお母さんとかも、うん、最近すごいあやが買ってから、うん、すごい目に入るようになって意外といるんだねみたいな。あの、そういうもんだよね。そう、見てないだけで結構いる。なんかさ前の車ってさセダンというかさ、うん、スポーツタイプだちょっと、うん、と乗り心地は全然違うの。なんか前の車低かったじゃんめっちゃ。マジ低かった、うん、結構あれきつかった。きつかった正直言うとあのタイプはきついよね、うん、目線が狭いから。そうだし長距離じゃないじゃん。長距離に走るに、うん、車じゃない。そう、向いてないじゃん、うん、確かに、ね、アルファードとかの方が何かに運転しやすいと思う。本当にそうだわ。てかもう乗り心地とか本当に全部を考えちゃうとやっぱ一番アルファードがいいから。アルファード、うん、間違いなくこれはね。え、でもさ次はもうゲレンデ行きたいなって感じ。これの後どうだろうな。仲間地形的にはね、うん、もっといろんな車乗ってほしいのよ、うん、でやっぱ自分じゃ買えないからさ、うん、アヤが乗ってるの乗りたいし、うん、親的にもね、うん、そうだと思うんだけど。
だからどんどんいろんないい車買ってほしい、あやには。なんであやなの。お前が買えよ。マジですごいから。だって純平アルファードしか今ないってことでしょ。そうだよ、あやとの共有のやつ、あやとの割り勘の車なしと一緒じゃん。いやそうそうだよ、マジでそう。だからあやが2台持ちって感じで、俺は1台も持ってない感じ、うん、安心安全だよね、あやって。なんか自己経験がないからさ、運転もうまいのよ、あやって。運転うまい。仲間近でお父さんのと肩並べてんじゃない。マジ肩並べてると思う、うん、でもお父さんの運転で危ないとか思ったこと人生で一回もないじゃん俺ら。うん、ない。だからお父さんもうまいし、お母さんめっちゃ下手。お母さんマジで下手。大人になるとお母さんの下手さ、ね、そう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 。マジでマジブレーキの踏み方とか本当下手だから、うん、グーンみたいな。マジでそう。で今からアイラバー向かうんだよね。そう、新車で出勤か。そう、出勤。いや、まあ、そうか、自分で運転するのが好きだからか、車買うの。うん、運転するの好き。やっぱ俺、空が運転してくれるようになったからさ、運転したいって思わなくなっちゃってさ。アルファードだからじゃない。うん、あ、まあそうかも。私遠出しないじゃん、特に。うん、滝界隈じゃないでしょ。滝界隈じゃない。滝界隈じゃない、確かに。うち滝界隈だから、よく遠出するから。確かにね。でもだからお前らのギャルズがこれから出てくるんでしょ。うん、イケてすぎない。イケてすぎるんだけど、この車からあいつらが出てきた。マジで海外だもん。運転するじゃん。あ、運転したい、めっちゃしたい。一回僕もちょっと運転させてもらいます。中町兄弟。おー、いいね、めっちゃいいね。止まりまーす。まだ全然走れなかった。いやー、いいね、すごくいい。本当に憧れ、憧れ。普通にこの車憧れでしかない。本当にかっけーし、これ乗ってる自分かっこよくない、正直。うん、なんかイケてるなって感じ。イケてるよね、うん、車どれぐらい乗ってる、あやって月で。もう週一は絶対乗るから。 それなんで、何で乗る機会があるの。車地元帰ったりとか、ジムとかエステとかも自分で行ったりとかたまにするし。エステこれで行くのやばいよ。マジでかっこよすぎるって。いや、緊張するね、ちょっと。でも運転しやすい、このサイズ感。サイズ感いいし、うん、怖くない、幅も広くないし。ちょっと次のこれ青になったら一回踏み込んでみてもいい。グーンって行く、この感じを知りたい。日本の車って良すぎて踏み込んでもうーんって行かないようになっちゃってんだよ。でも外車ってこれを感じれるから、うん、この間知り合いの車、うん、フェラーリに乗ったんだけど、あのザ・フェラーリ、あのそう、うん、やばかった。嘘、ちょっと行きます。ほらほら、これこれ怖い、これが外車ですよ。これいいね。でこれ何なの、これこれは近くに警察とかがいるときに報告してくれるやつ。だからおじいちゃんの車についてるやつだよね。あ、そう。覆面とか。うんうん、覆面もわかんの、これレーザーを出してくれてれば、そっちの覆面が、うん、レーザーでわかるらしい。これすごいよ。覆面に人生で出会ったことがないので、見たこともないの、うん、うんうんうん、通りかかったこともないので、うん、だから怖くて。でもさ、あやって別に本当にスピードも出さないじゃん、うん、だから捕まることがないじゃん、うん、あんまり。懐かしい、左にウインカーあんの。ベンツ以来。僕も外車経験者なんだ、本当に。半年ぐらいじゃない。半年ぐらいだね。なんであんなすぐ行ったんだっけ。不幸続きだったんだよね、その時。不幸続きだし、あやもあの車に不満があったから。一応あのベンツの時も運転手いたのよ、うん、だから運転手いたんだけど、後ろの席じゃん、うん、基本的に運転手さんがいる車って。あ、そうだ、乗りづらくてだ。そう、後ろの乗り心地が悪くて、順番変えてみたいな、アルファードにしたいんだけどって言われて、俺は2台持ちの頭がなかったから、うん、なら売るみたいな、うん、感じだね。あれも良かったけどね。かっこよかったね。うん、ほんとでかすぎた。うん、でもでかすぎたね。立体駐車場とかまず入らないし。うん、今の若い子ってさ、てかあやの友達車持ってる子いる？いや、マジでいない。ほんとにさ、YouTuber になってからさ、免許持ってない人とかもめっちゃいるじゃん。うん、ペーパードライバーとか。うん、考えられなくない？うん、俺らからしたら。車なしで生活できんの？いや、ほんとにそうだし、俺なんて中型免許持ってんだけど、バイクの免許持ってないのもちょっと衝撃ぐらい。え、みんな取らないのっていう。高校生の時どうしてたのみたいな。そう、高校の時みんなチャリっすかみたいな。YouTuber でも持ってる子少ないから。うん、車ね。そう、だから本当に遊ぶってなってもあやが出すか。いや、そうなのよ。あやが出すぐらい。うん、だからなんか若い子って今車になんて興味はないのかなみたいな。必要ないんじゃない。あとシンプルに俺だって都内慣れすごいじゃん。田舎の子たちは都内の道路が怖いっていうじゃん、高速とか、うんうん、で都内では運転しないとかもいるね、うん、確かに。なんかさ、一番さ、うん、難しい高速道路って言われてるとこどこだっけ。あるね。そことかも、うん、場所わかんなくて、うん、あの道路とか高速道路とか運転できんのって言われて、うん、どこかわかんなくて、どこかまずわかんないって言ったら。そうだよね、運転しづらい高速道路正直感じたことなくない。感じたことない、うん、テディベアがゲロ吐きやすい高速道路とかはあるのでそのうねうねしてて、そしたらそこだったの。あー、なるほどね。やっぱりそのうねうねしてて、あの道がさ、赤と青になってるってこと。いや、あそこじゃない。めっちゃ回るさ。あそこじゃない。銀座とか六
本木の間らへんにある、うん、確か、そのちょっとうねってしてるところがあるんだけど、うん、ここがあれだよみたいな言われて、うねうねがね、運転しづらいからね。そう、欲しくなった車欲しい、めっちゃくちゃ欲しい。でもまあ買う必要もないのか、遊び行くってね、空いるからさ、遊びに。だし遊び行くって飲みとか、うん、飲みとか車いらないもん。そう、滝界隈じゃないから。滝界隈かわいそう。滝界隈入会すればいいの。入会したいんだけど別に。月13万、どこ、めっちゃスピじゃん。めっちゃ怪しい会話じゃん。アメックスと一緒。あの硬いアメックスね。そう。でもやっぱ俺時計とか好きじゃん。時計に近いのよ、もう自己満。なんか自信、自分の自信につながるじゃんちょっとね、うん、っていうのがあるからさ、すごいな。でも俺が今欲しいなと思うのはアヤにも影響するんだけど、アルファードの一番いいクラス。ああ、あれは車内も本当にすごいのね。先輩が乗ってて、姫香ちゃんで乗ったかも。おお、ね、姫香ちゃんの移動車。そうなんだ。が確か一番すごいランクみたいなやつ、うん、なんかこれタッチパネルみたいな、ね、あったあったあった、なんかスマホみたいな、うんうん、あれやばいよね。あれやばい、あれやばい、あれは本当の王者。あれいくらすんの。あれ2000万ぐらいじゃない。でも姫香ちゃんクラスのやつは多分カスタマイズもすごいと思う、うん、フルカスタムみたいな、うん、だと3000ぐらいいくんじゃない。あれいいよな。だって言うて普通のアルファード、普通じゃないけどちょっと俺らもフルカスタム系だけどのエグゼクティブラウンジっていうアルファードで、俺らがあれが900万とか、だから2倍ぐらいなの。うん、純平さんじゃあお願いしますよ。でもね、やっぱ俺ラッパー好きじゃん。だからロールスロイス。あー、ロールスロイスは正直夢、はい、本当に。で、アヤが買わなそう。うん、買わないだよね、うん、あの感じは買わないから。さすがにロールスロイス女の子が乗ってたらもう、もうだよ、もうだよ、人も寄ってこなくなるだろうし、いやらしい、うん、本当に嫌な感じする。そう、ロールスロイスなんだよ。ロールスロイスっていくらぐらいするんだろう。あれは5、6000万すんじゃない。5、6000万か、確か、うん、高すぎ、高すぎ。もっとすんのか、8000万台すんのか。ロールスロイス調べよう。ワイザーさん買ってたもんね、うん、ロールスロイス4800万。うん、で多分カスタマイズとかキラキラとかつけたら、うん、上のね、そういろいろあるもんね。俺ナンバーとかさ、すごいこだわりは強いからさ、自分の車もし買うなら絶対ナンバーを選ぶ。108とかにしそう、誕生日で。全然考えてないじゃん。めっちゃ考える。全然ないじゃん、その。だからもし奥さんができた時に奥さんとの結婚記念日とかにしそう。俺そういうの好きだから。まあそんな未来はないですが。絶対それ言われると思ったわ。この同じブランドが目につくわ。でしょ、めっちゃ目につくようになる。結構いるっしょ。結構いる。上ってどうやって開けるの。ここか、一瞬開けてみてもいい。あー、いいねいいね。で、これが出んのか。出ない。あ、出ない。なんか上開ける機会ってなかなかないけど、開けれたら開けれたらいいよね。そう、ほんとに。でもこれも本当はなくそうか迷ったの、うん、ギリギリまで。どうせ開けないっしょと思ったけど、あれ友達ギャルも多いからさ、うん、開けたがんのよ、すぐ上。そうだよね、海辺とかね。そう、開けたいよね。そうだからつけた。友達のためだ。友達のためつけた。YouTuber 的なここが開いた方がいいよね。そうだから、明るさ的にも。それは思った。うん、YouTube 的に明るいから、明るくなるから、うん、だからつけたってのもある。最近街中で有名人見た。街中っていうかもう俺有名人と飲んじゃってるかも。街中では最近見てないかな。でも明らかに有名人だなっていうのは見たね。誰かわかんないけど、誰かわかんないけど明らかにマネージャーがバーって後ろについてて、帽子深くかぶってメガネみたいな。へー、あ、絶対誰かだと思って。へー、メイウェザーが銀座で買い物してるところを上から見たことあるんだけど、えぐいの。本当に車15台ぐらいつけて、ここ一列全部メイウェザーの車みたいな、うん、っていうのはやっばってなった。そうだよ、なんかメイウェザーとか海外の本当の大物いるじゃん。大物が日本来るときにそういうアルファードとか運転手とかを用意する仕事があるの、うん、その人に出会ったことがあって、うん、この前のなんかメイウェザーとかも僕がアルファードを用意してみたいな、大変なんすよみたいな。この間平に会ったじゃん、うんうん、平のボディーガードも30人ぐらいいて。いや、あれ、あの子何歳。あや寝っこした。あやでもボディーガードゼロなの。そう、兄一人。ボディーガードとか欲しいって思う。さすがにいらなくない。ユニバの時とか。うん、てかいや、うん、触れられること多くて。あやちゃんってギュッてされたりすんの、うん、なんか腕グッて、うん、そういうのされるとすごい怖い。普通に怖いよね。そう、後ろから走ってきてとか、街歩いてたらいきなりパッて手を取られて、うん、あやちゃんですよね、うん、みたいながめちゃめちゃ多いのね。はいはいはい、あやとか多そう。でもなんか190の友達とかと一緒に歩いて遊んでたりとかすると、うん、やっぱあの浅井に来てくれた人たち。あ、そう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 、うんうん、あの子たちと一緒に歩いてるとマジで走りきられない。かっこいいよね。まずあの人たちかっこいいし、威圧感あったわ。そう、私身長も大きいから、うん、おおおおあ、え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 
あやのギャル友達、あやのギャル友達いたんだけど今。おもろ。おもろ。おもろ。そうだよね、原宿でも一番目立ってました今。うん、すごくない、あやの友達って。いや、あやのすごい。おもろすぎだわ、絶対 LINE 来てればいい。どういうこと笑ってきた。ねえ死ぬ。アイラブアサイのさ、略みたいなの。あ、なんか作りたくない。でもなんか流行りで言ったらアイブアサイとかだよね。アイブアサイ。うん、はいはい、ラブをこう略して、うんうんうん、アイブアサイとか。アイアサ、アヤアサ。でもなんかみんなアイラブアサイって呼ぶ。もう本名というか、うん、フルネームで。うん、アイラブアサイでいいと思う。空って運転うまいよな、マジ。え、空運転うまい。前の運転手がどんだけ下手かって本当に身に染みるって感じ。最初わかんないんだよね、この車のどれぐらいの意見のっていう。降りといたらよっか。え、降りといたらよっか。降りといたらよっか。なんで肩代わり。いや、ちょ、今集中してても全然。そう、はい、やめてさ、ゲーム感覚でやんの。全然いける。こういうのもうまいから。こういう、オラ、ラーモンの声もいいから。全然いける？本物のやついいんじゃない？本物？はい。出るの？これもいける？大丈夫？お前信用しなさすぎだろ。同じのこと。新車ってさ、マジさ、こういうのさ、超時間かかるよ、ね、超時間かかる、マジ掴むまで。めっちゃビビってるからさ。そう、しかも人の車、俺の場合はこれもう見えないもん、怖い。全然大丈夫だよ、余裕。うん、怖っ。頼りないお兄ちゃん。怖い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 、怖いから怖いから。はい、怖っ。はい、怖い怖い。え、もういい、いいの、行っちゃっていいよ。ほんとこれ、ちょっともう一回だけ聞くわ。信頼しきってない。もうこれいけるな、あとは。うわー、怖いよー、ほんと。あー、怖かったー。声でかっ。声でかっ。声でかっ。新車あるあるすぎる、はい、この駐車は恥ずかしい、うん、ということで、じゃあここから浅井歩いていこうか。はい、中町です。原宿歩くのとか超久しぶりじゃない？二人で。はい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 。ごめん。いや別に。違うよ、アイフェイス。あ、アイフェイスが痛かった。原宿通り。ここに浅井やります。じゃあ今日は純平には無料で提供してやるよ。あの、今後も無料でいいかな。お願いだから。特別に今日だけ無料です。ありがとうございます。嬉しいです。車も乗せていただいて。え、でも昨日、そのアヤのギャル、さっき会ったギャルが JJ、うん、あ、マジで、うん、ごめん、無料じゃにしなくてごめん。なんか、うち本当にプライド的に中町の名前とかあんま世の中に使ったことないけど、ああ本当にトイレに行きたすぎて JJ で初めて中町って言葉を使った。あ、そういうことね。中町は友達なんですけど、トイレ貸してください。トイレ貸してもらってほしい。最近原宿でこういう買い物とかしてないでしょ、こう歩きながらみたいな。しとしとしと。え、すんの？ニコちゃんとこの辺してる。あ、マジで。あやともうこうやって歩いてるだけでちょっとなんか俺エモいとか不思議な気持ちだわ。歩いてくんないもん、あやもう最近。俺と今まで嫌われてんの。お察しの通りで、皆さんがお察してる通りです。で、目印はセブンイレブンの横なんですよ。お、あそこに看板も入ってんだ。本当に入ってる。ここでございます。これ行ってんだよね、サモエドカフェ。うん、サモエドカフェの隣です。サモエドカフェの隣、ここの、はい、入ってますね、あやらは浅い。あ、いたいたいた。いた、さっき車で見かけた女いた。やっほー。はい。じゃ、ちょっとマジで、あれなの、本当に、あ、珍しい。あ、こうやって見るじゃん。そしたらいいの。昨日出てきましたよ。あ、聞いた。あ、聞いた。そういうでしょ。え、キーチューいたの。じゃ、キーチュー召喚したの。あ、召喚したの。怖いっつって。じゃあ、飲んだってこと。おもろ。めっちゃおもろやん。いや、あやの友達と俺の友達が飲んでる JJ めっちゃ不思議じゃない？しかもなんか幼馴染み働いてんじゃん。え、どうみたいな言ったら、まあキーちゃんとりあえずみんなから舐められてる。あ、そうなんだ。舐められてるからまあ大丈夫で。大丈夫ってどういうこと？もうあやここに来たらさ、自分の店感すごい、それとも人の店感がある？まだ。いや、自分の店でしょ。あ、の感じする。うん、この感情っていいよね。俺も JJ 行くとき自分の店の感情になる。店やってなきゃ分かんない感情。いい兄弟だよね。二人でビジネスも頑張ってね。本当に。
そんなビジネス頑張ってる兄弟いる？お互い。マジで。私は個人動画作った。あ、いいです。こんな二重で撮るのさ。こんな兄弟と。密着、食事密着してる。ああ。はい、一週間再生が。あ、そう。何してるの？お前今日。いや、いいだろ。お前が言ったの。言ってた。言ってた。え、この後遊ぶ予定があると。そう、チンチともある。あ、そういうことね。そう、明日海に行くからみんなで。あ、そのね、一番ね。いいんですか、そういうの。いや、どうしよう、食べようかな。夜ご飯も食べたいからさ、これ朝行っちゃうとどうなるどうなるどうなるこれ、2回言わなくてたらどうなるどうなる始まります、こっちが、はい、こっちで始まります。今日の夜ご飯は朝食です。あ、夕方なんですけど、これが1食目になります。今日は店内で食べています。いただきます。海の中どうして食べようかな。これでもいいし。あ、野菜1個もらってもいいですか。結局僕も浅い食べます。中性の浅い生活です。いただきます。浅い生活です。昨日も浅いだったんです。確かに2日連続浅いです。純平がさ、ダイエットとかしたらさ、すぐ痩せるのかな。すぐ痩せるんじゃない。その年齢でも。え、どういうの。今もう分かんないじゃん。だってもう浅いだったわけじゃん。16で浅いじゃないよね。アラサーです。はい、ということでこんな感じで、あやの新車ドライブしつつ、あやが浅い来て食べてます。こんな感じで終わりたいと思います。まあこれからはまあ、あやのドライブ動画とかあの画角でお楽しみになってください。こんな感じで終わりたいと思います。このまま無難連載お願いします。じゃあねI love the way my body's moving to the beat.